外国産のワカメの商品をナルトさんと表示して静岡県内外の業者に販売したとして水産加工販売会社のパート従業員の女性が罰金30万円の略式命令を受けました起訴状などによりますと静岡市の食品加工会社の工場責任者の70歳の女性は去年11月、外国産にもかかわらず ナルトさんと書かれたステッカーを貼られたワカメの商品を静岡市とさいたま市の取引先の会社に販売したということです静岡区県は不正競争防止法違反と食品表示法違反の罪で25日略式起訴し静岡簡易裁判所は罰金30万円の略式命令を出しました女性はすでに罰金を納付済みだということです